はい、皆さんこんにちは。どうもケンです。俺は今ね、佐賀県伊万里市の方にお邪魔してます。今日はね、伊万里の方から青果物を積んで名古屋関東方面ですね、そちらの方に向かう予定ではいます。今ちょうど昼時でね、睡眠時間が2時ぐらいなんで、ちょっとお腹空いたんで、コンビニから見える範囲内にね、うどん屋さんがあったんで、今そちらの方に歩いて向かっております。ちょっと、九州、特に福岡とか佐賀でうどん屋さん多いんですよね。いろんなうどん屋さんあるんですけど、まあちょっとその中でもあれかな、まあ今日行くうどん屋さんはちょっと癖があるって言ったらいいか、独特の変わった麺っていうかな、ちょっと変わってます。ちょっと提供するスタイルもね、ちょっと変わってんで、ご紹介したいなと思ってやってきました。止まんねえな、止まんねえな、止まってくれた、ありがとうございます。今譲っていただきました、横断歩道ね。これ止まる義務があるみたいだからね、すげえカビ出癖ね、止まんないと捕まっちゃうみたいな。だいたいスマホをいじきながら、いじってはねえか、ちょっとこうやって固定してるからな、すごいね、風で出癖が出てくるわ。はい、もう間もなくそのうどん屋さん到着ですよ。いやー、ちょっと昼時だから混んでるかな。ちょっと今カメラ切り替えますよ。はい、見えますか、牧野うどん伊万里店。今日はね、こちらの方で、ここはね、何回かお邪魔したことあります。フォロワーさんと一緒に飯食い来たこともあったかな。牧野うどんです。こんな感じの店構えですね。ほんとなんか普通の感じですけど、ちょっと昼時なんで、あとここまでに撮影はしときますね。商品はお店ですけど、ちょっとお客さん多すぎるから無理だろう。これから飯にしたいと思います。本いろいろあります、いろいろありますよ。迷うぐらいです。俺は肉うどんにしました。で、ね、店の中すごい活気にあふれてますね。すごい、もう色もうすごい、みんな元気、わかりますこの活気にあふれた店内、すごいですね。ここにネギあります。ネギは入れ放題。あ、来ました。はい。あ、肉の すごい盛りですねこれ。食べれるかな俺こんなに。これは何でした？これはうどんのスープ。うどんのスープ。ああ、なるほど。ちょっと変わったスタイルでしょ。いただきたいと思いますよ。変わってるね。いただきます。伸びちゃうから。食べてるうちにどんどんスープが減ってくね。これ足すこんなね。はいはい。今ね食べてきましたよ、牧野うどんさん。いやー、まあはい、美味しかったんだけど、いつもなんですよね俺ここのうどん。なんて言うんだろうな、ここのうどんってコシがないんですよね。どっちかって言うと、もうどっちかって言うとか、もう伊勢うどんみたいな感じのうどんなんです。だからどんどんスープを吸ってね、麺が太くなってくっていうか、わかりますこの状態。でやっぱり店の中、時間的に結構ガチャガチャしてたね。
あんまり俺ガチャガチャしたところで飯食うの好きじゃないから、そうなってくると食欲がね失せてくんだよね。だからちょっと残してしまいました。はい、あ、止まんねえな、みんな止まんねえな、みんな止まってくれませんね、みんなね。こう見える位置でアピールした方がいいのかな、渡ります的なね、こういう県民性なんだろうね、こういうのってね。ああ、全然止まんねえよこの人たち、見てこれ、知らん何食わぬ顔してみんな普通に通り過ぎてってんの。あんたら全部違法だからな、この野郎。ほら全然止まろうともしないの、気づいてんの、分かってないんだね、ひどいもんでしょ、まったくだよね。あ、コントラックも、あ、コントラックようやく止まってくれた、ありがとうございます。やっぱりトラック運転手だね、交通ルールを分かってる。もうなんで今20代くらいスルーされたんじゃない、ひでえ話だよね本当にね。皆さんはちゃんと止まってくださいよ、横断歩道を渡ろうとしてる人いたらね、ダメですよ。何の話してたかな、うどんの話してたね。うん、まあでも美味しかったんだよ、で店の中も活気に満ち溢れてましたという話を多分してたと思います。はい、ということで、あとはねトラックに戻って、つみ先の方にね向かっていきたいと思います。はい、今つみ先の方到着です。ここは JA のね伊万里のあれです。まあ、玉ねぎとか積む、主に玉ねぎとか積むあの選果場なんですけどね、時期的にあんま玉ねぎがない時期のようで、今日はイチゴメインになるよっていうようなこと元請けの方のお兄さんが言ってましたね。これから積み込みの方入りたいと思います。
はい、どうもお疲れ様です。岩で積み込みの方終わりましたよ。ちょっと動画見てて違和感あったと思うんだけど、積み込みのね、パレットで積む分開けて積んでたんだけど、ちょっと俺のその見立てが甘かったね。パレットよりちょっと若干荷物が出てきたもんで、本当ギリギリで収まりました。ただまあ順番的にバラ積みの方がね、荷下ろし先なんで、まあ、逆にギリギリの方が荷崩れもねする心配もなくて良かったのかなと思うけど、入って良かったですね。これ入んなかったら大変なことになってた。ギリギリでしたよ。